本日は日本の詩人と申すことでお話をいたしています。ある方はおっしゃいます。日本の詩人くらいかわいそうなものはない。朝から晩まで家内の雑事に追いつかわれ、まるでお三度に生まれてきているようなものです。子供のおもりは女が受け持ちで、さながら奴隷生活である。そして自らもそれに甘んじて詩人とも思わぬ。今日は欲は捨てられ、自由は束縛せられ、人権などはまるで踏みにじられていると、いかにも日本婦人の日常生活は悲惨なものででもあったかのように感じて、早くその障害を脱したいと焦っていらっしゃいますようでございます。しかし、私はそうは思いませんのでございます。お三丼の仕事はそんなに卑しい仕事でございましょうか。小文字がそんなに気の毒な仕事でございましょうか。私から申しますと、世にも貴重な人命を預かっている台所の用事は重大な任務でございます。その考え一つで弱者を強者とすることもでき、健康者を健康者とすることもできます。また未来の国家有罪の地を育み育てます。小文字の仕事がそんなに平野でございましょうか。これは貴重な仕事でございます。よし少しくらい悪い性質の子供も、ここの熱心な教養は善良なる子供とすることができます。私どもはそう考えてまいりましたときに、私どもがよしであることが尊くて、かつその人の重きを思いまして、大きい自重をせねばならんと感じるのでございます。そしてその輸入を成し遂げた暁に、そこに大いなる誇りと大いなる手柄のあることを思いましたときに、よしたることを喜ぶのでございます。ことに日本の家族制度がこの輸入を果たしもう必死であるのを思いましては、日本の女子と生まれたことを感謝せずにはいられないのでございます。2、3日前、私は東京市長後藤市長の御母堂の特別に伺いましたときに、一方日本婦人の任務の重大で有望なることの感を深くいたしました。およそ世の中に幸福者と申す幸福者もたくさんございますが、この御母堂に勝る方は多くはあるまいと私は思いました。私は不自由深いという人間として、まずまず不足のないご長命、お子様は小太り落とす東京市長というご住職にあらるる天下の有罪、しかも有名な親孝行のご当主客でございまして、この方に差し付かれて不自由不便の長い年月をのどかに幸福にお過ごしになり、300万の東京市民に送られてのご朝鮮は、あの日送られた一点とも数えべき花輪のそれにも勝る華やかさとでも申したいような美しいご生涯であったと思うのでございます。天下一千万の友禅男子の方々にこれだけの幸福を得た方がおいくさりございましょうか。家庭生活の羨ましさことに、老年の方々が大勢の子供に差し引かれて、ああいう美しい障害を送るということは、まことにこれは羨ましいことでございますが、そしてこの光栄をお貸し家になりましたのは、皆その老御母堂のおこもりのご老婦、お台所のご勤務の結果であったのでございます。この老御母堂のご主張は確かに思うままになりました。人生は非常の尊さを与えられました。それらはおそらく外国婦人に求められることではないのだろうと思います。よく外国の方々が仰せられますのに、日本のご老人は誠にお幸せであるということを私は尋ねてきましたが、それらを見ましても、私どもはどうぞ言論の人でなくて実行の人となって、
日本の女に与えられましたこの尊い天職を遺憾なく務め尽くしまして、そしてこの御母堂のような幸せな生涯を送りますと申すことは、決して女として私はこれは不幸なことではない、誠に誇るべきことであると私は信じますでございます。からして私は皆さんと共にどこまでもこの日本婦人であるということを忘れないで、日本婦人らしく努めていきたいと思います。